どうも、うずです。今日はちょっと外で、iPhone でちょっと撮影してるんですけど、休みの午前中ですね。ちょっと自転車こごうかと思って、今ここに、愛車の青いジャイアントのマウンテンバイクで、チャリこいでます。で、今日何したかったかっていうと、GoPro です。GoPro を購入したので、ちょっと試したくて、早速取り付けて、走ってみてる段階です。試しにね。これが今 GoPro つけた状態なんですけど、 GoPro セッションですね、今使ってるのが。で、アタッチメントも GoPro の純正のアダプターマウントを使ってます。で、今ね、まだ家からここね、河川敷来て、ちょっとサイクリングロードをちょっとシュワーって走ろうと思うんですけど、まあちっちゃくて邪魔にならないってちょっと利点ありますね。で、取り外しも簡単だからね、すごく快適に快適っていうか邪魔にならない状態ですね。今のとこいい感じです。で、ただ今のところちょっとこう天気がね、あんま良くないので、今日いつ雨降るかわからないので、それがちょっと怖いですね。濡れて困るものは体ぐらいか自転車もね、 GoPro も濡れても別に困んないし、カバンもね、防水タイプのカバン使ってるから大丈夫だと思うんですよね。一眼カメラとかね、持ってきてないしね、今日はね。ちょっとピーポーずっと言ってるんですけど、まあちょっと今日は試し走行ということで、 GoPro の映像もちょっと交えながら話していきたいかなと思います。珍しい屋外ロケですね。歌の主人公は君だ。これから始まる歌の主人公は君だ。不器用な君へこの歌が届きますように。はい、ということで、チャラチャラっと漕いで、バンナジです。バンナジ。足利といえば、バンナジ。よく散歩コースで来るんですけどね、自分自身が。で、まあ、今日ちょっと試しで GoPro を取り付けて、アタッチメント1個忘れたからね、背面撮りができなかったんですけど、まあ、使いやすいですね。ボタンを押せばすぐに起動してくれて、そのまま撮影開始。ここですね。ここのボタンを押すとすぐに録画が開始されるので、急な何か撮影をしたいと思っても簡単に撮影できるっていうメリットがあります。ただ、石畳とか通ったので、その辺のブレがどうなのかっていうのはちょっと気になるんですけど、まあ、それは家に戻ってから編集作業の中で確認したいと思います。どうなんだろう、これ GoPro って片手で持って歩き撮りもできんのかな。微妙だよね。ここって関係者の方だけの場所ですか。なんで、いや、入っちゃいけないかと思って。いや、どうぞ入って。大丈夫ですか。あれ何撮ってんだろう。カメラ撮ってる人が気になって。あれ、そこ野鳥、こっちから行けるのかな。こんにちは。鳥撮られてるんですか。ここって鳥撮るのに有名なんですか。そうじゃないですか。そこ通ったら気になっちゃったんで来ちゃいました。どうぞ。あ、いいですか。すいません。
あ、ちゃんとあそこを入れてるんですね。三脚も様々です。自分マンフロットが好きなんですよ、三脚。最近はもともとスリック使ってたんですけど。ありがとうございます。ちょっとお邪魔しちゃって、すいません。どうもすいません、ありがとうございました。失礼します。